M3 チャンネルの筋肉マン懐かしい筋消しに色付け動画シリーズ、あまり有名ではない読者応募超人のペイントを続けています。今回は往年の9センチサイズのデカ消し第7弾 G 型のノコギラーマンを当時のレギュラーサイズ筋消しのブックレット掲載カラーでペイントします。水性アクリル塗料で色付けしました。第7弾、当時のパッケージに同梱されていたブックレットです。この弾は全てが本編では未活躍の読者応募超人。今回のノコギラーマンの他にもフォックスマン、マップマン、ローラーマンなど多彩な顔ぶれでした。まずは塗装前の状態です。大きな損傷などはありません。非常にシンプルな造形、フォルムをしています。そのままいつもの工程で進めていきました。筋消し、デカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理から進めていきます。煮沸して形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。ベンジン付けして過塗剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリアツヤ消しを全体に吹き、塗装の下地を作る。そして塗装です。ペイントの様子はハイライトで、使用したカラーごとに見ていきます。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとファレホを併用、オール筆塗りで色付けしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆、面積の広い箇所はブラシを使って時短させ、効率よく塗装しました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装に使用した塗料はこちら。まずは面積の大きい肌カラー、ファレホのモデルカラーダークフレッシュを使いました。粘性の高い、隠蔽力の強いカラーですが、金消しの地に直接塗り入れ、3度の重ね塗りでしっかりと色をのせました。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。マットな質感の水性塗料です。台座のベース塗装です。ファレホのゲームカラーデッドホワイトです。下地なので薄くささっと塗りました。台座の上塗りはシタデルカラーのベース、ジョケ色オレンジをチョイスしました。パンツ、ブーツ、アームカバーには黒、ファレホのゲームカラーブラックです。今年2024年は筋肉マン原作45周年、夏には久しぶりのアニメパーフェクト超人オリジン編がスタート、そして沼津に筋肉マンミュージアムが開館と、何かとメモリアルなイヤー、筋肉マン世代として祝い応援する気持ちも込めて、家にある昔の筋消しを片っ端から色分けしていっています。ノコギラーマンはカナダ出身、ノコギリがモチーフの超人で、超人強度は70万パワー、全身の丸ノコを使った威嚇も含めた攻撃が得意。肌カラーのファレホダークフレッシュを2度目の重ね塗りです。だんだん色が落ち着いてきました。目元にはシタデルカラーのメタリック、ベース塗料のグレーナイトスティールを使っています。各所にデザインされたノコギリの歯には銀色、ファレホのゲームカラーシルバーです。さすがの銀の発色の強さ、金消しの地に直接でしたが一発で色がのりました。塗料の食いつきもよく、隠蔽力が高いので下地の色を気にせずに塗ることができます。デカ消し、デカ金消しは1984年から1986年頃、第1期のアニメ「筋肉マン」ブームにあやかって展開。通常の4センチ程度の筋消しよりは一回り大きい約9センチサイズのゴム消しで、丸腰製のものは各段約10体、全12段まで発売されたフィギュアシリーズでした。目はファレホのモデルカラーアイスイエローにしました。肌カラーの仕上げにシタデルカラーのコントラスト、スケルトンフォードを水で溶いて薄めた状態で染め塗りしました。
かかった時間は約60分の塗装でした。塗装後はソフト救急コーポレーションのボデーペンクリアを全体に吹き付け乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。ノコギラーマンの原作超人図鑑カラーはグレーをメインに配色されたものでした。フロントビューからリアビューまで ということで、今回は筋肉マン金消し塗装往年の丸腰製デカ消し第7弾ノコギラーマンを当時のレギュラーシリーズ金消しのブックレット掲載のカラーでペイントしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。